から嘘？いや、だから、レギンスが流行ってるわけじゃないですよ、今。今は、シースルーブラが流行ってるんですよ。北村恵里ちゃん。シースルーブラはい。シースルーブラ松木さん。はい。人を、そんな簡単に信じるもんじゃありません。待って待って、どこから嘘か教えて。白は嘘？嘘です。ちょっとー！え？今本当に、本当に流行ってるのは、シースルーブラです。田村さんおい、だって何でも言っていいってスタッフさん言ってたもん。このラジオなんか超えられない壁なんてないって言ってたもん。超えていこう。超えていこう。スルブラか。あずみ、マスキさん、あずみつけてくれよ。おいお前。ね、見たもん。あの、あずみさん、ノーわけない。マスキさんと北村さんはもう出てってください。私今回一人でやるんで、このラジオ。じゃあもうちょっと痛いから、じゃあもうちょっと様子見て静かにしとくよ。そうですよ、初、ようやく、まひろさんが登場です。そう、まひろさん。あの、まひろさんのキャラクターは皆さんに一応言っときますと、真面目なね。そうそう、いい子です。さあ、そんなわけで。そう、まひろさんはね、シースルーブラが好きなんですよ。だいり！お前、この、お前、ギャラなしね。今回その分のギャラは私たちで超分担させていただきます。え、でもさ、シースルーブラあったら嫌いな男の人っていないの？嫌ですよ、そんなの。じゃあしない方がいいじゃないですか。え、でも大体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 この二人最低だ。最低の組み合わせにしまった。松木さん超楽しそう。声出さずに笑ってるんですけど、ラジオなんで声出して笑ってください。息して、息しなさい、息吸って、大丈夫。よかった。一番最初のポイントは、シースルーブラつけて、休み想像して、そこからもう、止まらなくなっちゃう。戻れなくなっちゃう。もうなんだこれ、ちょっと、まひろさんってとこに戻そうとしたのに。